はいどうもー松潤でーす。はい、今回なんですけれども、前回の動画のバドミントンの試合の動画の続きを皆さんとこの白のやつと一緒に見ていきたいと思います。はい、皆さん見に来てくれてありがとうございます。で、前回の動画なんですけど、最後途中終わっちゃったんですけど、カメラの前に人が座っちゃったので、結果だけ報告したいと思います。1ゲーム目は先に21点、僕たちが取って、今2ゲーム目という感じでやっていきたいと思います。今ちょっと夜中なんで目が、あんま開いてないと思うんですけど、全然、眠くはあんまないんですけど、ちょっとなんか目が重いですね。はい、それでは、見ていきたいと思います。今2ゲーム目のインターバルですね。最初の今話し合ってますね、2人で。確か話し合ってる内容は相手が手届いてもいいから、ちょっと体勢が悪いところで届かせようと話し合ってたのと、あとはもっとハーフを多くしようと話し合いですね。いました。惜しいですね。ヒロティ、お得意のカウンタードライブ。ぶん回して。結構決まる確率高いんですけど、今回ミスでした。これですね、話し合ってたやつ。本当にサービスレシーブもハーフを使おうっていう。ラッキー、村さん結構今大事にいったんだと思うんですけど、ミスってくれましたね。フレームショット、フレームショットでも僕が前に突っ込むっていう謎の現象、しかもその後構えないっていう、構えが遅い。皆さん真似しないようにしてください。アウト。あ、入ってますね、これ。黒さん、レシーブ、ここが強いんですよね。もうリストが強いから。皆さん、多分、1個目の動画で、ハイバック見たと思うんですけど。やる気を削いでいきますから。まあ、いい意味で。今のもアウトでラッキーでした。ヒロティのサーブ。ヘッドイン。ラッキーですね。流れがこっちに来てます。これも僕の癖でフォアで構えちゃうんですよね、よく。なのでほんとバックを中心に構えていきたいと思います。練習始まった来ましたね。ここでも下から入ってるんですけど、多分相手が、僕が下から入ってることによって上げると思ったのを、ちょっと浮いてもいいから、ハーフで流すっていう。それで決まりました。準備が遅い。大振りしなくていいですかね、皆さん。多分。もっともう体の前にあれば、そのまま落とすだけだったら、多分それでいけると思います。口で言うのは簡単なんですけど。早いですね。ここネットインを返した。この時に村さん前いるんですよね。ちょっと嫌なんですよね、これ。僕も気づかないで言ってるね。え？不審者。フレームショットしました、今。あんな大事なところで。まあでも決まったんで、いいかなと思います。1点は1点で。TOT のサーブですね。はい、謎な格好してるのが分かんないですけど、皆さんこれに関してはそんな楽しないで、はい、ラウンドで入れって思うかもしれないですけど、その通りです。この後僕スマッシュ自信ないんで、今アウトだったんですけど、
スマッシュに自信がないんで、とりあえず入れようっていうスマッシュを、まあ、ハーフスマッシュっていうんですかね、入れてって、まあ、結果、アウトにしてくれたって。1ゲーム目でも何回かあると思うんですけど。僕、あげたくないんで、もうちょこちょこ絶対やるんですよ。うまい。ここであげちゃうんですよね、僕が。あげちゃうと、多分これ取られるんじゃないですかね、点数。何はレシーブ。あ、ここで。ヒロティはレシーブ強いんですけど、僕があんま自信なくて、やっぱ今みたいになっちゃうんですよね。ミスが増えてしまう。だからもう結構さっきも前詰めてたんですけど、早く落として攻めたいな。ヒロティも合わせて落としてくれてるんですかね。ラッキー。ここで、まあ多分村さん今上から入れたと思うんですけど、きっと僕たちドライブ線ばっか持ってってるので、ちょっと上から入ったらドライブでやられるんじゃないかなっていうのもあったのかもしれないです。本人じゃないから分かんないですけど。ラッキーですね。それにしても黒さんでかいですね、ここから見ても。来ました、ヒロティの飛びつき。いやー、惜しいですね。ここ僕大爆笑してるんですけど、はい、ヒロティ一緒に組んで楽しいんですよね。もう勝手に積もっちゃうんですよね、見てて。多分僕の周りの友達とかもヒロティのことを見たりとか組んだりとかしたらそう思います。攻めてますね。ここで、おーし。結構最後まで打ち切ったんですけど、やっぱ最後の出だしが、最後の1本ですね、出だし遅れたら落とすことしかできないと思うんで、多分村さん少し前出てたんで、それ狙っちゃうんじゃないかなっていう、はい、ここでも自分はが悪い体勢なのに、ちょっと早く前で触ろうかなっていう、もう無理してリスク回避できてないですね、タゴケン的に言うと。下がっても打っていいってタゴケンさん言ってますからね。アウト。クロさんサーブですね。クロさんのサーブも上手いんですよ。皆さん見ていただいたら分かるんですけど。入ってんの？入ってるんですこれ。はい。ノータッチ。僕ロングサーブ苦手です。正直。危ないですね。今の多分入ったら多分取れないですね。取れても多分甘い球になっちゃう。ヒロティサーブうまいっすね。ラッキー。落とさないのに徹底してますからね。あ、落とさないんですよ。落とすの徹底してる。自分から打ちに行ってる。待ってない。ただ着地が早いんだ。でもさ、スピードを乗せても相手からすると速く感じる。絶対打ちに足が出てるんだよ。レシーブの時に足が出る。みたいな通り、レシーブが本当に苦手ですね。落とすのも難しいですよね、正直。僕もまだまだバドミントン頑張りたいと思う。レシーブのコツとかあったら、ぜひ教えて、コメント欄か何か教えていただければと思います。
まあ、やっぱ村さん打った後も、まあ、あのいい意味でやっぱ嫌なとこ打ちますよね。嫌なとこっていうか嫌なタイミングで打った後一歩前とか二歩前とかで打ってるんで、このヒロティも反応できてなかったですよ。ラッキー、ちょっと今崩され気味だったんですけど、なんとかあっちが先に見せてくれましたね。今なんて言うんだろう。そうだね。何してんの。1415らしいです。1点勝ってますね。で、村さんのサーブ、これアウトですね。僕今わざとちょっと長めに打ってドライブ待ってたんですけど、さすが村さん多分読んでて落としたところでちょっとまあ横にアウトなんですね。うまい。まあ、1ゲーム目前の動画でも言ってるんですけど、2人とも奥の黒さんと村さんは結構どっしり構えてくれてるんで、スマッシュも打つけど、あの決めにはいかないでドロップも入れようっていう話で、まあ、2ゲーム目も変わらずそういう感じでやってます。はい、皆さん今ちょっとなかったことにしてください。あんな取り方絶対無理だと思うんで、真似だけはしないでください。え、ヒロティも今謎なことしましたね。まあ、おわいこです。おわいこということで、さっきまで結構ヒロティのクロスヘアピンみたいなちょっと長い球決まってたんですけど、ここに来て多分接点のかな、分かんないけど見せてます。で、皆さん見ましたか、村さんこういうところで出してくるんですよ。ほんとうまいですよね。デッドイン、これ確かアウトですね。これアウトです。で、やっぱヒロティも、あげないあげないってやってたんで、そこが頭にしがみついちゃったのかもしれないですけど、わかんないですけど、本人に。ここで、死んでもあげたくないんで、ああいう場面になったら、迫力あげたくないなーっていうので意識した。多分そこで上げても戦えるようにならないと、もっと上の人たちに全然勝てないと思うんですけど、あーボディ多分今避けても入ってましたね。リュースか、はい、皆さん今のもなかったことにしてください。はい、ということで、セカンドゲーム村さん黒さんに取られて終わりになっちゃったんですけれども、最後のショット大変申し訳ございません。意味わかんないショット見せちゃって、はい。で、今回2本目皆さんと一緒に見させていただく動画2本目になるんですけれども、どうですかね、普通に動画を流して編集で文字入れちゃうとやっぱり見づらいんじゃないかなっていうのがあって、まあ、こうやって動画を流しながら僕も一緒に見るっていう風にやった方が見やすいんじゃないかなっていう風に思ったので、
まあ、今こうやってやらせていただいてるんですけれども、もし大変お手数なんですけど、コメント欄か何かでご感想いただけたら僕も嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでファイナルゲームどっちが勝つんでしょうか。まあ、僕は結果知ってるんですけど、はい、またお楽しみにしていただけたらと思います。楽しみじゃない人も見に来てください。よろしくお願いします。それではバイバイ。